新しいやつの方がちょっと重たいんで、実は。意外と安定感を前に置いた時に安定感っていうのがありますね。よし。よっしゃー。気に行くぜー。ちょっと湿度が高くなってるのかな。前が結露し始めてますもんね。まあでももうあまり話す体力が残ってなさそうだね。まあ何かあったらぼちぼちと喋ってきますね。新しいね部屋でやると本当に喋ってるところがねパッと拾えるんで。だね、言うてね、こういう話しながらだとね、音楽かけたりできないのがね、もういっか。もう、音楽かけたら、もう AI でなんとかなるかな。なんだろうな。ぼちぼちぼちかな。ぼちぼち、確かに。ああ、見にくいね。確かに見にくいね。あれ、下るんだ。なるほどな。で、で、さらに、急カーブあるんだ。へえ。こっちからは、アッパーね。上り、そこは行かないの急カーブ。で、しかもインターがあるのか。なるほどね。アッパーで、外向きだから、こちら側はまだですが、これ、反対側はガチで怖いね。下りながら、インよりの RK ですからね。はぁ、あ。さあ、まだまだ行こう。ここからもまた急カーブ。お、今度はこっちがインになって、大きくね、これが絡みやすいし、うん、あ、でも、ああ、ここからちょっと下ってると。はあはあはあ。登りかと思うんきが。いや、登ってんのか。登ってはいるのか。はあはあ、さあ、福井まで30キロが福井バイキンでできるね。ここで登りきてね。登ってますね。東海車線、なんか結構登り切ったところに出てる気がするけど。お、福井県だ。福井県、あわら市入った。よし。東海車線は。あ、でもここからちょっとだいぶ暗いだね。うん。それこそ今度はか、今度こっちにカーブあったらしんどいね。はいはい。ふーん、ふーん、ふーん。
おすごい。なかなかな高低差で。うん。やっぱ湿度は結構高いね。よし。あれも普通に12キロ前来たね。前バラ前100周か。前バラまで100周か。現実は遠いね。おお、よし、開いた。ああ、九頭竜川だ。ああ、太いね、やっぱこっちだとね。ちらっとしか見えんかったけど。前は言ったね、九頭竜川駅のね、ところ、九頭竜湖のところはね、上流も上流でしたからね。まあ、ダムことが大きかったですけどね。下流に来るとだいぶ広い川になりますね。はあ。で、これが福井北ってなってますけど、これがあれですね。この前、乗ってきたところの方につながってこうですね。今日は、九頭竜湖の、東京が、開通してたらね、こっちから行くのもやぶさかではなかったんですけど、まだね、道中、山道が残っていることはね、もう100も承知なのでね、北陸道でおとなしく帰ります。ダメだ。まともに話すあれができん。次サービスエリア入ったら次からもう音楽流してこう。ちなみに、健康な状態の場合はね、4時間以上連続で運転するなみたいななんかね、言われたことがあったりしますけどね。もう帰ったら8時間連続とか当てて、ノンストップで運転し続けたりやってますけど、最近は、特に今はね、ちょっと疲れが溜まってるね、ところから、なので、がっつりとちゃんと寝落ちもできてないですからね、言うて30分とか仮眠ばかしなんで、であとね、やっぱちょっと2時間、最低、長くて2時間かな。2時間大きくらいにはちょっと一回リフレッシュをせんと、今年もまあまあ痛いですからね。でも、米原まで一応100キロ切ったね。ちょうど今100キロポストを過ぎましたね。ふぅー。数字があと995、994、993と数えていくと、やばい。羊が1匹、羊が2匹になってきますね。逆バージョンはね、いや、結局ね、ダメだね。単調すぎてね、眠くなってくるね。ダメだ。99!989!988! ダメだ。ダメだ。このテンションの上げ方は絶対に持たない。ダメだ。